多分ね、これは多分もうレコーディングするようになってからずっとなんだけども、拓郎君の頭の中になってる音と俺が弾くものが全く一緒な時があって、それが今回もそうだったんだけども、さすがにこの15年来 分かってるね。だから俺が考えたというよりは、むしろみんなが思い描いていたものであろう、こういう感じでしょっていうふうに、それを音で表現しただけだから。もう改めてなんかテルをフィーチャリングしてのコンサートをやって、あ、さすがに、さすが10年歌ってきた男だなと思ったな。丁寧。してる時にその左前にいる彼を見てすごく安心した記憶がありますけどね、まだ完成じゃないだろうなと思いますね。まあ一連のそのライブの中で成長していく曲たち、いろいろありますけども、ピアソロみたいな曲にどんどんステージの上でみんなのエネルギーをもらっていくんだろうなと。10年経ってのそのバンドのスタイルとかそういうものがなくてよかったな。いろんな曲ができるし、例えばもっと大きなところで10年を歌い上げるバンドもいるかもしれないけども、多分俺らはまた違うところで、発表していく違う楽曲をみんなの思い描いてるものとは違うものを出していくんじゃないかなと。まあ過去の例ではあるんだけども、その誘惑とソウルラブを出してどっちかが2位になってしまうとか そういうなんか自分らを汚すような、そういう面は面白がってやっていくんじゃないかな。やりたいことはたくさんありますね。それはもう細かいことから、使いたい楽器から、フレーズから、まあ入れるとあります。ようやく見えてきた部分っていうのは自分の中でもあるんで、今ちょうど氷山の一角が見えたような ところにあって、いろいろと冒険してきたし、いろんな失敗もあったけども、なんか失敗で磨いたものが今徐々に出来上がってきたな。それが「ビューティフルドリーマー」と「ストリートライフ」の答えだと思ってもらっていいんですけどもね、こっからまた新たなる冒険とかいらないものを拾ってくるんで その代わりをまた見てほしいなと願いますけどね。ライブ感とかそういうものを排除して出すっていうのは俺の中ではなかったかな。そのイラク戦争の背景をバックに僕らは演奏してたんだけども、あの時のなんかモヤモヤ感っていうのは絶対拭えないですけどね。だからハイコミュニケーションツアーの前半戦はちょっと暗い、自分の中で暗いムード、まさにこんな雨が降ってるような どっか晴れない感じはしましたね。まあライブはすごく盛り上がって、その瞬間はすごく楽しいんだろうけども、楽屋に入った時のなんか最初に聞くニュースとか見る新聞とかっていうのは、ものすごく重いです。ちゃんとやってこなかったなと 自分たちで反省して、「ビューティフルドリーマー」なんかはすごく8ビートをしっかりと演奏しているなと。インパクトっていうそのシングルでみんなに聴かせる時は、自分の中で一回経験してる、その最初にみんなが思った強い印象っていうものを再現するっていうのが、難しかったな。
これまた勉強になったなと。アンプをマイクで撮るっていう方法じゃなく、直接ギターから卓に音を送ってあげるっていう、そういう方法をやりましたけど、ね、これはまたこれからのレコーディングスタイルの変化が可能性も生まれてきたと思いますね。